さっき話したとは別の話で、あのまずその女性の方ね、はい、まあ、それもちろん結婚前ですよ、もう二十歳ぐらいの時かな、あのマンションの5階か5階でそのお姉ちゃんのお姉ちゃん呼ばれてよ、はいはい、飲み屋さんのその要はあのいわゆるキャバ嬢さんかなに呼ばれて、そのお姉ちゃんのとこ行って、うん、まあ、ちょっとあの楽しい一夜を過ごして、夜中ですかね、元彼にちょっと言われてると、はいはい、より戻そう言われてるけど、私そんな嫌やねんと言われて、はいはい、まあやっぱちょっと腕っぷしには自信あったんかな、こんなもんもう呼べもう俺ボコボコしたるわみたいなことを言ってて、うわ、ほんでまあちょこちょこ情報を出してくるわけ、その女の子が、はい、まずあの木彫りのね、なんとか組っていうなんか木彫りのなんかを見せられて、なんかこんな集めてんのから始まって、いろいろなんか細かい情報、最終的にこう座っていわゆるあのその職業の方々の中心に座ってる、これが元彼って言われたんです。若い頭って書いて若頭っていう名刺出されて、でそのちょっとなんとか組っていうのも見たことないやつで、ああそうなんやって、多分夜中いつも来んねんけどそろそろ来ると思うねんけど戦ってくれるって言われて、はいはいはい、もうなんかもうまあまあ君ももうまたそんなもう君もって言いながら、いやいやいや、その時パンイチで俺そういう営みが終わった後やった、はいはい、パンイチでほんま嘘みたいにガチャンって鍵開けっぱなしでチェーンロックだけしちゃってガチャンって この隙間からちょうどガチャンと、彼女はベッドに座っててドアこっち側でガチャンってバッと振り返ったら、お前誰やって言われてもうちょうど綺麗に目を追って、僕は誰ですかねお前これらを殺す、もう綺麗に殺すぞって言われて、はいはいはい、死にたくはないですって言いながら、もう7メーターぐらいの距離ですね、ずっとそう会話をしながら、いや違うんです、あのいろいろここからなんでパンイチなの、これらお前殺すからなってずっと言われてて、部下の方ですかね、おい何あれ、あのニッパー なんていうの、あの切るやつ、 あれ車のケツ乗っけてるから持ってこい言うて、あそれを持ってこられてあれを切られたら俺は殺されるっていうのをはっきりと分かったんで、服をこう持って、高所恐怖症なんですけど、で5階のこうベランダを見て、でちょうど止まってましたベンツが、はい、その若い秘書が走って取りに行くのを見たら、高所恐怖症ですよ、こっから飛ぼうと思って、下植え込みやったんで、ちょっと深めの植え込みやったから行けるかなと思って、こう荷物を持ちながら、でもその時によぎったのが、買ったばかりの革靴が玄関に置いてあるんですよ。で当時若手でお金ないでしょ、ちょっと無理して買ったんですよ、3万ぐらいの革靴を、どうしてもそれが惜しくて、殺されるかもしれないのに、だからその向かっていこうです、その人に殺すぞって言ってる人にバッ向かってきて、 その人がおこいこいもやんのかいってこの隙間向かって言ってるのに、違うんです革靴なんですって思って、女の子に戦ってくれるんちゃうの、僕芸人やからって言って5階から飛んだんです。ただ途中壁にザーン当たって、こっからここまでもう血だらけになりながら、あの夜中の3時に裸足でペタ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 走ってるこれ初めて喋るけど後日談があるんですよ。そっから数年後大阪では認知されるぐらい、キャーって言われるぐらいに、一応人気者になれて、そのナンバーグランド花月と劇場出てきたんですよ。で、まあ、いわゆるファンにバッ囲まれるんですよ。ほんでもう、ごめんごめん、次の仕事あんねんと言いながらパッと抜き落とした、一人腹をボッこんなことにぶつけて、いっさー、何しとんねんってパッと見たら、その時の女の子なんです。覚えてるって言って、覚えてる、3年後ぐらいかな、ほらや覚えてるって言われて、うん、ってなって、でもファンの子に囲まれてるから、そこの角で待っててっつってタクシー乗って一回ぐるるってファンの人を巻いて、もう一回戻ってきて、ほんまに角で待ってたから、久しぶりっつって、覚えてる、うん、もちろん覚えてるよ、あの後私どうなったか分かるって言われて、いやどうなりやったんですかって言って、パッと見たらここにもう縫い傷あって、もうむっちゃ乱れて、あの お察ししますお察ししますけど、ちょっとあの時は逃げる、まあそれはそうやと、私であんだけされてんか、多分おったら殺されてたねって、彼氏さんは今どうされてるんですか、今ちょっともう、入られてると、おそらくあの刑期を考えると出てこれるような状態ではないって言ってくれたので、そうなんや
ほな飲み行こうかっつって、いやもしまだそら繋がってらしたら怖いし、飲み行こうかって飲み行って、いや飲み行った方がいいかなと空気的に、そこでいやもう俺今テレビ出てるしあかんねんって言ったらなんか暴れられるかなと思ったから、飲みに行こうって飲みに行って、結果あの一夜お泊りすることなんですよ。でその時にパッと俺目覚めたらもうホテルでいなかったんですよ。ほんで置き手紙があったんですよ。これほんまの、まあ、ガチのほんまのテレビで言われへんやつやから初めて言うけど、置き手紙があって、長々と部分があって、はしょるけど、もし飲みに行ったりとか今日あの一夜を共にしなかったらあなたのことを殺そうと思ってましたって書いてある。ほんでバッグに包丁入っててんで、って書いてて、あのスケベでよかったと思ってスケベでよかったって、だっていや綺麗な人やから、もちろんもし俺がいやもう今俺はテレビ出てるからあなたなんかとは絡めないって言ってたらほんまに誘おうと思ってたって書いてて、でただ一緒にいてくれたことで私はもう納得しました、一生あなたの前には現れません、お仕事頑張ってくださいって。怖い話でしょ。人のチャンネルでどんな怖い話してるの。長尺使って相当尺使ってますね。問題まだ入ってませんからみんなこれなんであるんだ